サムスンライトレールはトルコのサムスンに存在するライトレール路線。2010年の開通以降、サムスン都市圏自治体の公共交通運営部門であるサミュラスによって運営されている。2010年10月10日に営業運転を開始したトルコの都市サムスン市内を走るライトレール。その後2016年10月10日、2019年7月5日に、 実施された延伸によって、2020年現在は、国会に沿って走る全長 35km43 カ所の電停を有する長距離路線となっている。2020年現在は一つの路線を以下の3系統に分割した運用を実施しており、運行間隔が区間によって異なるほか、接続する大学の授業、試験日程などによる臨時列車が運行する場合もある。 運賃は走行距離によって異なり、初乗り運賃は2.2トルコリラ、全区間を乗車する場合は4トルコリラとなる。また、手荷物についても、運賃とは別に料金の徴収が行われる。2020年現在、サムスンライトレールには、以下の3種類の車両が在籍している。開業時から数年間は、トルコ国外メーカー製の車両が導入されたが、2016年の、 延伸に合わせて、トルコの国内メーカーであるダーマライが展開するパノラマが導入された。全形式とも連接車で、車内全体が低床構造となっている超低床電車である。ありがとうございます。